キカ最高、トキカ最高。うるせえ。僕の家では石製インコのチュンクロを飼ってるんだ。うわあ、ちょっとちょっと、何やってるんだよパパ。僕の名前は小山田冬樹、チュンクロは僕の親友だ。だけど僕のパパはチュンクロのことが気に入らないみたいで。おお冬樹、帰ってきたのか。お帰りなさい、お帰りなさい。やめてよ、チュンクロに何するんだ。チュンクロは数週間前に怪我をして道に落ちているところを僕が発見して保護したインコだった。おはようございますいい子だチュンクロ。保護してから順調に怪我が回復したチュンクロは少しずつ言葉を覚えて家の中を活発に飛び回るようになった。インコには鳴管という人間の声帯と似た器官があって複雑な音が出せるんだ。トキコ最高、トキコ最高。違うよ、お帰りなさい。ほら言ってごらん、お帰りなさい。根気強く教えればどんなことでも覚えておしゃべりするようになる。お帰りなさい、お帰りなさいいいぞその調子な。僕はすっかりこのチュンクロが気に入って家族の一員のように思っていたんだ。トキコ最高、トキコ最高。ほら、チュンクロ、ご飯よ。そんなに怖がらなくても大丈夫だよママ。僕のママは動物全般が苦手だけど頑張って理解を示してくれた。積極的にチュンクロに餌を与えてくれたりするんだ。ドキコ最高、ドキコ最高。だけどパパは、いい加減にしろ、お前のインコがうるさくて眠れないだろうが。チュンクロ、勝手に部屋を出ていてダメじゃないか。毎晩眠りを邪魔されるからってチュンクロの存在をとても毛嫌いしているようだった。そしてパパはある日からチュンクロのことを露骨に家から追い出そうとしてくるようになった。ドキコ最高、ドキコ最高。頭に乗った、頭に乗ったわ。よし、そのまま動くなよミチオ、今俺が助けてやるからな。わあ、何やってるんだよパパ。この日なんてパパはエアガンのライフル銃でチュンクロを撃ち落とそうとしたんだ。そんなの当てたらチュンクロが大変なことになるだろう。チュンクロは家族なんだ、傷つけるような真似はしないでよ。じゃあ早くこんな鳥逃がせよ、もう怪我は治ったんだろう。なんなら俺が逃がしてきてやろうか。いやだよ、もし逃がしたらチュンクロを探し出すまで帰ってこないぞ。最近はこのチュンクロをめぐってパパとの親子喧嘩が絶えなかった。だけどそんなある日、一時休戦だ。今までチュンスケのことを嫌って悪かったな。え、チュンクロのこと。パパは突然今までの僕たちへの厳しい態度を謝罪してきた。ああ、そのチュンスケだがチュンザブローだがわからんが、とにかくお前の大切なインコなんだろう。うん、チュンクロだけど。俺は考えを改めたんだ、一緒に住んでも構わん。パパはやっとチュンクロと一緒に住むことに理解を示してくれたようだ。ソラ、お詫びに今度のお前の誕生日に料理を振る舞ってやる。本当？やった楽しみにしてろよ。しかも今度の週末、僕の誕生日に特製の料理を作ってくれるって約束してくれたんだ。僕はとっても嬉しくて指折り数えて誕生日を待った。そして僕の誕生日がやってきた。お誕生日おめでとう冬樹くん。うわあ、ありがとうみんな。同じクラスのしおらちゃんや一星くんたちを家に呼んで、ママは僕の誕生日パーティーを開催してくれた。さあケーキができたわ、切り分けましょう。わあすごい、めちゃくちゃ美味しそうじゃねえか。仲のいい友達に美味しそうなご飯、僕は最高の誕生日を過ごすことができてとても幸せな気分だった。よし、できたぞ。すると今度はパパが約束通り自分で作った手料理を持ってきてくれた。まだ熱々だから気をつけろよ。わあ、美味しそうな匂い。何の料理かな。お前のパパって料理もできるんだな。僕たちはパパお手製のスペシャル料理に大盛り上がりだった。だけど、はい召し上がれ。え、僕は自分の目を疑った。お皿の上には小さな鳥を丸焼きにして味付けした料理が乗っていたんだ。インコの照り焼きだ、きっと美味しいぞ。僕は目の前が真っ暗になった。そんな嘘でしょ冬樹、どうしたんだよ。ちょうど今朝からチュンクロの姿が見えないと思っていた。どこかに隠れているんだとばかり思っていたんだけど。美味しそうな匂いじゃないか。どうした冬樹、食べないのか。それじゃあパパが食べちゃおっかな。お前のインコ美味しいな。そう、パパはチュンクロは僕の友達を照り焼きにしてしまったんだ。何するんだよ、何するんだよ。なんでこんなことに。僕はあまりの出来事にうまく呼吸ができなかった。こいつがうるせえからだよ。あなた
そして僕は逃げるようにその場を後にした。あ、冬樹、どうするのよこれ。ごめんなさいね。今日はもうお開きにしましょうか。その後も一日僕は部屋で泣き明かした。あなた、今日は冬樹の誕生日なのよ。なんであんなひどいことをするのよ。家族のためさ、いつかわかる。最高の誕生日パーティーが一転、人生で最悪の思い出となってしまった。チュンクロ、パパはうるさくて眠れないからってついにチュンクロを照り焼きにして食べてしまったんだ。僕はかわいそうなチュンクロのことを思って涙が止まらなかった。でも息子の大事なペットを照り焼きにしちゃうなんて、いくらなんでもやりすぎだよ。だけどその時、僕はふと今日のパパの行動に違和感を感じた。いくらうるさいからって自分の子供のペットを調理しちゃうなんて、あまりにもやりすぎな態度に感じて、だっかせいか、だっかせいか。そしてチュンクロウがここ最近教えてもない言葉をしきりに喋っていたことを思い出した。トキコ最高、トキコ最高なんて言葉、僕は教えたことは一度もなかった。そうだよ、僕はあんな言葉教えてない。教えてない言葉をインコが喋るなんておかしいじゃないか。このことからチュンクロウが何かパパの秘密を知っていたんじゃないかって、そんな一つの疑念が僕の頭の中に浮かび上がったんだ。パパは秘密にしている何かを隠すために、それを知ってしまったチュンクロウを消した。トキコ最高って、トキコ最高ってことだよな。トキコってことは女の人の名前。僕のママの名前はミチオだ。トキコなんて名前の女の人は僕の周りにはいない。もしかしてパパはママ以外の人と不倫をしてたんじゃ。トキコ最高だ。パパは僕たちが家にいない間に女性を連れ込んで、それをチュンクロウが覚えてしまった。そう考えると、チュンクロウをやけに毛嫌いしていたパパの様子にも説明がつく。パパはその事実を隠蔽するためにチュンクロウを葬った。それが事実ならそう思い立った僕は、ますますパパに対して怒りを覚えた。許せない、パパの人生をめちゃくちゃにしてやる。これはインコのチュンクロウのための弔い合戦だ。僕はパパの人生をめちゃくちゃにしてやることを心に誓った。怪しいものはないな。それから僕は決定的な証拠を抑えようと密かにパパの身辺調査を開始したけど、パパはなかなか尻尾を出さなかった。今から来れるかな、君のパパを見つけたんだが。本当ですか、すぐに行きます。だけど事前に相談していたシオラちゃんのお父さんのアントンさんから電話が入ったんだ。僕がアントンさんに呼び出された場所に行くと、あれなんだが。あれはまさにパパが見知らぬ女性と密会しているところだった。しかし事実はわからんぞ、一度お父さんとちゃんと話した方が。僕は夢中で持ってきたカメラのシャッターを押した。あの人が例のトキコという女の人だということは明らかだったから。待ってろよチュンクロウ、お前の無念はきっとこの僕が晴らす。そしてその夜。なんだよ話って。僕は家族を部屋に集めた。ママ驚かないで聞いてほしいんだ、パパは不倫をしてるかもしれない。僕はママの前でパパに浮気の事実を突きつけた。パパ、トキコって誰さ、僕たちに隠れて何かしてるでしょ。なぜお前がそれを。するとパパは予想した通り油汗を出して動揺しだした。チュンクロウがパパの言葉を覚えて喋るようになったんだ、トキコ最高って。パパはそれに気がついたからチュンクロウを消した。説明してよ、トキコって誰さ、こっちには証拠もあるんだぞ。それはあなた。これには普段おとなしいママもカンカンに怒り出したようだ。どういうことなの、やましいことがないならちゃんと説明してちょうだい。いやもちろんそんな事実はない。じゃあトキコって誰なのよ。それはだな。焦るパパを見て僕は心底いい気味だと思った。もしかするとこれで僕の家庭は崩壊するかもしれない。だけどそれでもよかった、僕はブチギレていたんだ。親友を照り焼きにしてしまったパパのことを僕は絶対に許せなかった。ママこれを見てよ。そして僕は今日撮影した写真の拡大コピーを突きつけた。この人がトキコさ、パパは今日この人と密会していたんだ。うわ、お前なぜそれを。違うんだミチオ、これはどういうことだ。きちんと説明してもらおうか。ただし父さん母さん。そう、僕は事前におじいちゃんとおばあちゃん、つまりパパの親まで呼んでいたんだ。離婚よ、言い訳なんて聞きたくない、こんなの離婚よ。そしてママは怒りのあまりパパに離婚を切り出した。待てミチオ、聞いてくれ、事情があるんだ。説明しろただし、お前何をやっている。僕の家族を照り焼きにするからこんなことになるんだ。いい
君だよパパ。お前、これでパパの人生は終わりだ。僕はチュンクローの無念を晴らすことができた。そう思った次の瞬間、突如としてリビングに大きな蛇が現れたんだ。ママ、ママ。ミチオさん。動物全般が苦手なママは、その中でも蛇が一番苦手なんだ。その蛇を見てママは失神してしまった。わかった、悪情する。そしてパパは観念したように予想外の事実を明かした。こいつがトキコだ、蛇のトキコだよ。お前たちに隠れて俺は書斎で蛇を飼っていたんだ。冬樹にも言っていなかったが、俺は昔から爬虫類に目がなくてな、どうしても我慢できず最近内緒で飼い出したんだ。なんとトキコとはパパが隠れて飼っていた蛇の名前だったことが発覚した。確かに学生時代からお前の部屋は爬虫類だらけだったが。そうなの？その時、おかえりなさい、おかえりなさい。チュンクロー、どこからかチュンクローが飛び出してきた。生きてたのかいチュンクロー。ただいま、ただいま。もちろんあの照り焼きは別の鳥のものだ。俺はチュンクローを照り焼きにして食っちまうふりをしたんだ。なんでそんなこと。ヘビはこの世の中でママが一番苦手とする動物だからな。表立っては飼えず、ママに見つからないように隠さなきゃならなかった。トキコ最高。だけどチュンクローは隠れてヘビのお世話をしていたパパのフレーズを覚えてしまったんだ。絶対にママにバレるわけにはいかないから、その言葉を忘れるまでこいつを隠そうと思っていたんだ。綺麗さっぱり忘れりゃお前の元に返すつもりだった。パパがチュンクロを追い払おうとしていたのにはそんな理由があったんだ。そして僕が写真を撮影したあの女性は爬虫類の餌の取り扱い業者だったことも判明した。すまなかったな冬樹、お前の誕生日を台無しにしちまって。隠すだけじゃダメだったんだ、お前が逃がしても見つかるまで家に帰らないと言っていたから。パパ、全ての誤解が解け僕たちは和解した。そしてパパはママに頼み込んでヘビのトキコも家で飼うことの承諾を取り付けたんだ。おーやちやち、トキコお前はいい女だな。こんにちは、こんにちはだよ、言ってごらん。こんにちは。それからしばらくして、ふゆき、あなたご飯ができたわよ。はーい。この一件で家族の絆はさらに深まった気がする。僕たちに平和な日常が再びやってきたんだ。